一緒の共演じゃないですけど、ガキツカとかね、はい、あそうですよ、それぞれ出たりして、あの時ね、ガキツカ見たけどね、はい、いい役をやってんなって、俺なんかいじられて覚えるの大変で、何回もやらず直されて、いろんなコーチも着せられて、長男さんが来て、晴れてかまされて、みんな笑ってくれていいんだもん、こんな羨ましいわ、あれだから、長男先生いなくなった、俺やらせてくれてなかったよ。天下さんも何回も出てますよね。一回ちょっと俺が引退試合があった時に話が来たんですよ、はい、いや引退試合って、まあ引退試合のこと頭いっぱいだからって言って断ったら、はい、二度と声かかってくれたら、まっちゃん頼みますよ。長野さん何年連続で出てますか。結構十…多分1回目か2回目からですから、ね、13年じゃずっと山崎康生さんと初めだけで本当にギャラが発生してんだから、ひどい話だ。でももう多分今の中学生とか高校生とか若い人たちはもうビンタのおじさんってしか俺知らないですからね。ビンタで金稼いでも猪木さんと長野さん、いや俺はでもあのビンタしかやらないです。俺普通のイベントではもうビンタやらないですよ。だからね、あの稼げないんですよ俺。あれはやらないって言って、もうちょっと解禁して稼いだ方がいいかもしれない。ええー、本当だよ。いくぞ、全力出ると頑張るぞ。えいえいおー、えいえいおー、もう一丁。